クランブルナイト金沢街並みラウンドスペシャル。よっしゃ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 。楽しい。今回のゲスト、ちゃんご紹介お願いします。おお、そうでした。はい、サムライヤバーからオーナーの村田彦司さんです。こんばんは。こんばんは、村田彦司と申します。はい、ね、おなじみですね、皆さんね。本当ですか？もちろんですよ。走って急いで今日は駆けつけてくださいました。すいません、走ってきました、ね、ようやく息が整ったところと、ね、そうですよ、もう金沢の水がうまいこと、うまいこと。はい、皆さんも一緒に飲みながらちょっと、本当ですね、楽しくいきましょう。今のあやちゃんからもね、お話ありましたけども、はい、皆さん村田彦司さんといえば何と言いましても、うん、前田圭二郎さんとして。前田圭二郎さん、そうでございます、ね、金沢百万石商台前田圭二郎というね、このような感じで、はい、金沢中心石川県の PR 活動にを県内外で、はい、はい、させていただいております。大活躍ですよ、はい、今日は全くその侍の要素がほぼないので一応こういう刀とちょっとセンスと、はい、アイテムはね、しっかりお持ちいただきまして、はい、どんな刀なんですか、これ。これですか、うん、見ますか。見たい。わ、ちょっとレアですね。こんな近くで見れるなんて。そうでしょう。これ袋から出すときがこうやっぱこういやらしさが出るんですよね。いやらしさ、はい、こう刀というこう色気のあるやはり獲物なんですね。なるほど。日本人の、うん、まあ、ちょっと心の象徴というか、うん、まあ、これにこう心を込めて皆さんやってらっしゃるという、まあ、こういう感じですね。こう刀で舞を舞うという形で、はい、金沢お祭りとかだと加賀獅子、獅子舞が出るかと思うんですけど、はい、そういう獅子舞には棒振りという方がつきもんで、そういう方がこう舞踊を舞ったり、するんですね、まあ、そういう伝統芸能も織り交ぜながらですね、はい、武将隊の活動をしております。かっこいい、はい、もう本当イベントやメディアでもね、大活躍ですよ。お忙しいでしょう。いい、はい、まあ、好きなようにさせていただいてますんで。でもこれからまた新幹線も来るので、それに向けての活動というのも、うん、そうでございます、たくさんあるんじゃないですか、はい、今週末、うん、26日ですけども、はい、長野県の上田市に入って、真田祭りというのがありまして、真田祭り、はい、真田雪村湖ですね、はい、長野県といえばその方のお祭りに、武将隊として行って、まあ長野新幹線を伸びて金沢に着くので、はいはい、そういうこうコミュニケーションを取りながら、ね、来たるべき日に、上田の武将隊もこう金沢に来ていただいて、ね、共にこう盛り上げてまいりましょうと、はい、そういうことでございます。よっ、また届けるよ。おしゃー、おしゃおしゃ。そんな前田圭二郎としての顔もありつつ、はい、で今回の村田彦司さんとしての侍、はい、うん、いや、バー、お店されてらっしゃったんです、はい、知らなかったです。前田圭二郎さんがお店してたなんて、はい、先日から、うん、なんですけども、オーナーとして、はい、させていただきまして、最近じゃオープンされて、そうです、お店自体は2年ほど前からあったんですけども、はい、はい、ちょっとそういった運びになりまして、へぇ、侍やバーとしては、ようやく街並みラウンドの流れですね、これ。ようやく。すみません、今までいろんなことしゃべりました。はい、で、舵を取ってみました。そうですね、もうどんどん舵取って、好きな方向へ進みました。はい、はい、乗ってきます。はい、はい、どんどん前に進んでいきたいと思うんですが、はい、そう、この侍やバーについてのお話なんですけども、はい、うん、お店はどちらにあるんですか？金劇パシオンさんの1階ですね。はい、森森寿司さんの横、はい、ちょっとバス停の目の前という、はい、あの辺りになります。どんなお店ですか？はい、まあ、カウンターだけのお店なんですけども、うん、ちょっと長細い感じの店で、はい、うん、まあ、席だけで言うと18席あるんですけど、うん、まあ、立ちも含め30名様ぐらいまでの貸し切りで、うん、というようなプランも、はい、させてもらってます。そうなんですか、はい、この金沢百万石武将隊の前田圭二郎がやってるって感じで、こうならではの演出みたいなのはあるんですか？演出でございますか、はい、これ今のところ切り替わったところなので、うん、はい、変わったところというのは看板だけなんです、今のところ。あ、これをですね、徐々にこう侍色に染めていこうと。変なよね。そうね、全く今侍の要素がないので、ちょっと私もこう着るものを考えないといけないなと。
お店では今はあこの学校でございます。はい、スタイルで、ね、されてらっしゃる。ほぼ肌着に近い。見る限り。なんかテレビでは見られない、ね、はい、スタイルなんで。やはりこう、うん、海外の方というか観光客の方も非常に多く来てくださるので、あの侍や、まあ、侍とか分かりやすいもので行きたいなと。うん、そうですね。海外の方には喜ばれますね。はい、そうでございます。城下町金沢でございますから、ね、そのやっぱ片町、ということでこう侍に会えると。いうのもこれキャッチーで一つ面白いじゃないか、うん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 、そのような思いでやっておりますね。はい、ちなみになんですけど、はい、村田さんと前田圭次郎さんのキャラ分けというか、はい、村田さんの顔と前田圭次郎さんの顔ってどう違うんですか？はい、そうですね、ほぼ着てるものの差ぐらい。はい、むしろあのついさっき呼ばれたのはあの、はい、村田圭次郎って呼ばれましたから、ね、村田圭次郎、はい、いやもうごっちゃですよ、いやもうごっちゃですよ、ちょっと違いますよっていう。まあ最近も村田さんとか呼ばれない、うん、前田さんって、あ、まあ、とりあえず僕呼んでくれればもう何でもいいです。朝とかも、小学生の登校時間にこう鉢合うとこう小学生たちが、うん、おお侍のお兄ちゃんやみたいな、はい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 、うわ普通に歩いとるみたいな、普通に歩くぞわしはみたいな。タイムスリップしてきたんやと思ってるかもしれないですね。侍のお兄ちゃんがですね、はい、そうなんです。そして、うん、お店のメニューなども教えてください。はい、おそうですね、まあ、カフェバーみたいなところなので、まあ、バス待ちの方、うん、立地的に、そういった方も多いのでですね、うん、コーヒーなどを出したりっていうのもあるんですけども、もちろん侍を呼ばなのにコーヒー、そうです、全てのお客様を受け入れますから、コーヒーください、はいコーヒーです、ね、迅速にコーヒー出します。そうです、うん、お待ち合わせでもこう使っていただいたりですね、まあ、侍のワイン、日本酒というのもですね、昨年作っていただきまして、うん、そういったのも一つ観光のアイテムとしてですね、うん、はい、東京で置いていただいたり、金沢で飲めるように、なったりとですね、はい、なんだコーヒーもちょっとこだわってましてですね、ケージローブレンド、ケージローブレンド、聞いたことないでしょう。ない。あるんですよ、ケージローブレンドが。このように。このように。どんな味ですか？そりゃ、見ての通りの苦い感じですよ。濃くて、もう濃ゆい。濃ゆくてですね、なかなか飲めないかも。何が入ってるのか気になりますね。スペシャルブレンド。ちょっと、何ですか？ガツッ。入ってはいけないものが入ってたりします？それはないです、ね。大丈夫ですか？それは、まあ、それはないです、ね。はい、もう最高の豆をね、作って、はい、使っていただいてですね。はい、なんかスイーツとかは置いてあるんですか？スイーツですか？はい、そうですね。コーヒーと共に。スイーツか、いいと思いますね、うん、ね、女子はやっぱりスイーツ、スイーツ、嬉しいですね、今のところ、まあ、チョコとアイスぐらいしかないですけど、これからね、そうですね、これから徐々に攻めていきますからね、はい、お店も成長していくということで、そうでございます、進化していく、はい、サムライアバーを皆さん楽しみにしていただきたいと思います、はい、ちょっと街のミラウンドの、うん、本部というか受付の、ところに、はい、お店もありますので、あ、はい、もう気になった方はぜひ、お立ち寄りください。そうそうそう、その街のミラウンドなんですけど、はい、街のミラウンドのメニューっていうのはもう決まってるんですか？これ今考えてましてですね、サムライアバー、サムライらしいものがやはり必要なのではないかなと、なるほど、思うわけであります。確かに、皆さん期待してますよ、ね、これ何がいいですか？サムライっぽいものですか？こうサムライアバー、握り飯とかどうですか？握り飯ははぁ、僕が握って、はい、前田圭次郎が握る握り飯これどうします？街のみゼロだったら、もあ、で、それにコーヒーをつける。コーヒーをつける。コーヒーと握り飯って組み合わせなかなかないですね。でも斬新ですね。斬新ですね。斬新な切り込み僕好きですよ。はい、よく食べますか？握り飯。握り飯とコーヒーのセット。あんまりないです。ないですね。ないですね。ないですね。むしろ、出したら食べますか？恐る恐る食べると思います。食べますか？はい。食べておきますよね。お会計しますよね。もう来ないですよね。どうですか？そんな気がするんですけども。そっか。握り飯じゃちょっとやめといてください。ちょっと置いときましょう。ちょっと置いときましょう。ね、そうですね。じゃあ、何がいいですかね。なんか皆さんありますか？なんか、うん、もしよかったら。もしよかったら、メッセージください。こんなんどうか、はい、なんかナイスアイディア。そうですね、これメッセージ、ね、はい、いただければ。募集してみるっていうのもね、一つですけども。ね、うん、侍っぽいってこう一言に言っても何が侍っぽいかっていうのこれがまあ難しいですね。確かに多分100人いたらですよ、はい、侍像イメージする侍っていうのはこう100通りあると思うんですよね。ああなるほど、そうですね、織田さん見たことがないから、あ、そうですね、織田信長公、はい、ちゃんは侍といえば、侍といえば
村田彦司。村田彦司です。最高じゃないですか。歴史の歴史の神みたいな。おかみ謝罪会見みたいな。すみません、謝罪。まあ確かにいろんなね。はい。サムライ像があると思います。はい、村田さん。はい。おメッセージが来てまして、むちゃおもろい前田圭次郎さんって。片付けのございますの皆さん、はい、もう勢いがすごいですもん。片付けない、あの前田圭次郎すぐ謝りますけど、片付けない。プライベートもこんなテンションなんですか？そうですね、基本こういう感じですね。オフの日は何してらっしゃいます？これ真面目な話していいですか？オフの日は、はい、日本舞踊と僕は剣術の師範をしてまして、オフの日でも毎日刀を振ったりというか、はい、そのお稽古に費やしたりします。ちょっと技に磨きをかけてらっしゃると。 それ稽古するとともに、もう一つ両輪でもう一つ必要なのが、うん、本を読むっていうことですね。特に昔のというか、ちょっと難しい仮名遣い、森鴎外さんの本であったりとか、そういうのをちょっと真面目に読みながら、はい、紐解いていくわけですね。この技の本質が何かというか、すいません、なんか真面目な話じゃない。むちゃむちゃ真面目な話。真面目なことじゃん、真面目に。真面目な話をしよう。むちゃ真面目で。ちょっとでも、好感度アップですね、皆さん。まあ、極める。誠実の。はい。そんな、村田彦司さんです。はい。そのまま読みました。まあでも、お店でもね、どんなメニューが出るのか、皆さん、これも楽しみに。楽しみですね。そうですね。5月の12、13、14、3日間、はい、ぜひね、サムライアバーを一つ、ね、そうですよ、サムライアバーだけじゃなくて、もうこれでこう街全体を、ね、金沢全体をこう盛り上げていこうと、ね、そう、こういうイベント全国的にもこう珍しいということなんで、こういうのを、街のミラウンド、あ、金沢だよねと、ね、知っていただけるような、そういったのをこう続けていきたいですね。こうはい。じゃあちょっとコーナーの締めなので、はい、あ、まあ、ちょっと、じゃあ、ワッショイワッショイみたいな感じで。お、行きますか。行きましょう。行きましょうか。よし。はい。じゃあ、皆さん、かなちゃん、街飲みランド、はい、来てね。ワッショイ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 お疲れ様でした。お疲れ様でした。